또 아, 너코 다레? 아, 하루도 큰 이소니 가로. 요스 리카짱. 이소니 가로가. 응, 이요. 가로. 에, 조금 待って. 아, 너코 이런 나가이 가미노케. 사키 너코다. 하루도 큰 뭐 리카짱 때 있대다. 이따이 다레 나노? 하루도 큰 와타시 가 리카요. 소노 히토 와 니세모노요. 유메카. 비꾸리스타. 私に なりすました もう一人の自分がいるみたいで 焦っちゃった もうこんな時間 早く学校行く準備しなきゃ うん、遅くなっちゃった ごめんなさい 大丈夫? 怪我はない? あ、ありがとう 大丈夫 ちょっとびっくりしただけ え? あなたどこかで見たことある気が っていうより 私に似てる? 髪の色と 髪型以外私にそっくり この世には自分にそっくりの顔の人が3人いるって言うけど本当ね あ、あなたも同じ学校なの? その制服はそうだよね 見たことないけど そうみたいね ねえ、よければ車で一緒に行かない? え、いいの? 遅刻しそうだから助かりました ありがとうございます すみません、お願いします はい あ、大変、私家に忘れ物してきたわ 悪いけど引き返すわね え、でも遅刻しないですか? 大丈夫よ 私の家はすぐそこだから あ、はい 着いたわ、ここよ ちょっとあなたもうちに入って待ってて え、私は車で待ってるから大丈夫です いいから早く え、わかったわ ほら、早く入って じゃあね え、なんで私だけ? ちょっと何? 開けてよ、出してよ 大丈夫 これからは私が加山里香として生きるから え、どういうこと? 明日になったらさっきの運転手があなたをあの世に連れて行ってくれるわ そこではあなたが私の身代わりね ちょっと身代わりって 面白いわ さようなら、本当のリカちゃん あの世なんてそんな 今の私にそっくりな人は もしかして幽霊? 私はもう家族にも 友達にも 春人くんにも会えずに あの世へ連れて行かれちゃうの? そんな遅くなってすみません リカ、何の連絡もないから心配したんだよ っていうかその髪色どうしたの? 昨日の学校帰りに美容院に行ったの ただのイメチェンだよ なんか雰囲気かなり変わったね でも大人っぽくていい感じじゃね? うんうん、おしゃれな感じでリカかわいい そう? ありがとう あれ、リカは? トイレ行ったよ リカさ、髪型や色を変える時にはいつも私たちに先に相談してたのにね うん、昨日何も言ってなかったよね急に変えてみたくなったのかな? いや、でもリカの性格なら私たちに言ってきそうだよね ねえ! 何か言えない理由でもあったのかな? ねえ、なんか喉乾いちゃった ジュース買いに行かない? うん、いいぜ ねえねえ、翼、私たちいつも通りもぎたてオレンジ半分こしようよ うん、いいよ ハルト! 私たちもコーラ半分こしましょう やめろよ、気持ち悪いな 次、リカちゃんいいよ 私はメロンソーダにしようっと え、リカちゃんいいの? ソーダで うん、だって私メロンソーダ大好きだもん リカ、炭酸は苦手じゃない? いつも炭酸なしの桃子しか飲まないのに あー、炭酸も飲めるようになったんだよ あるある! そんなこともあるよね でも昨日もリカ桃子飲んでたんだよ やっぱり桃子が一番美味しいって言ってたしね 髪型が変わっただけでリカはリカなんだけど なんかいつもと違う感じだよね はぁ、めんどくさいわね あー、でもやっぱり飲んでみたら苦手かも 今度は桃子にしようっと そうだよ、リカはやっぱり桃子のジュースだよ うん、そうだね 誰か! 誰かいませんか? ドアも開かないし 窓から出ることもできない 誰か、助けて! 無駄な抵抗はやめろ 明日は俺と一緒にあの世への旅が楽しみだな いやー! やった、授業終わり! じゃあ今からみんなで約束してた映画行くでしょ? うん、窓か楽しみにしてたんだ
そうと決まったら早く行こうぜ。私はやめておくわ。今日はなんだか疲れちゃって。本当のリカのふりをするのも疲れるわ。リカちゃんが行かないなら僕もやめておくよ。だから家まで送るよ。いいの？じゃあそうしてもらうわ。二人もいないなんて残念だな。二人ともバイ。いつものリカなら自分が行かなくても、ナルトくんいいよ、みんなと楽しんできてって言うはずなのにね。本当だよ、なんか変なんだよね。確かにいつものリカちゃんみたいなケピケピした元気がなかったよな。ハルトくんって本当に優しいね。私とこれからもずっと仲良くしてね。もちろんだよ。あ、私そういえばスマホ忘れてなかったかな。ああよかったって思った。もしこれをリカが持ってたらみんなに電話されて大変だったわ。あら、これは何かしら。ヘアピン？なんかカタツムリなのか目なのか意味わかんないピン。全然可愛くないし捨てちゃおうっと。また新しいの買えばいいね。行こう、ハルトくん。うん。わざわざ送ってくれてありがとう。うん。じゃあまた明日ね。うん、バイバーイ。彼氏のハルトくんですら私のこと全然見破れないのね。今頃本物のリカちゃんはどうしてるのかしらね。リカちゃんどうしてのその髪。ああ、これ、ただのイメチェンよ。なんかリカちゃん怒ってる？髪型が変わっただけで性格も変わるのかな。ねえリカちゃん聞いてよ、キャーメン。ああ、この妹たちもめんどくさそうね。悪いけどちょっと私出かけてくるから。はーい、行ってらっしゃい。ねえまーちゃん見てこれ、リカちゃんの学校のバッグ。こんなところに投げっぱなしだなんて、やっぱり今日のリカちゃんおかしいよね。本物のリカちゃんに最後の挨拶でもしてこようかしら。かやまさん。あ、あなたは朝の。お願い、ここから出してよ。だから出さないって言ってるでしょ。ここを出るのは明日、あなたがあの世に行くときよ。やっぱりお前はリカちゃんの偽物だったんだな。お前なんで気づいた。カルト君、やっぱり髪型が変わったから。そんな外見の問題じゃない。友達に対するちょっとした態度や接し方に違和感があったんだ。そんな、私は完璧にできていたはずだ。決定的に違うって気がついたのは帰りにヘアピンを捨てたでしょ。あれはリカちゃんと付き合い始めて一番最初に僕があげたものだ。何？あのヘアピンに何かしたの？特別可愛いわけではなくって、安物でもうボロくなってしまったけど、リカちゃんはいつも大切にカバンの中にしまっておいてくれたんだ。それをポイって捨てたお前は絶対にリカちゃんじゃないと分かったんだ。くっ、あんなヘアピンで。ナルト君助けて。リカちゃん待ってて、すぐに助けてあげるから。そうはさせないわ。私はあの世へは絶対行かない。代わりに行くのはこいつなんだ。そうはさせないわ、こっちのセリフだ。兄ちゃん、まーちゃんがリカがおかしいって言ってたから後をつけてきたのよ。いやいや、俺たちの大事な友達リカちゃんを返しやがる。やっぱり思った通り、あんたはリカじゃなかったのね。みんな、ちくしょう。この計画はお前の負けだ。さあ、あの世へ行くのはまたお前だ。リカちゃん、ハルト君、そしてみんなも本当にありがとう。偽物のリカちゃんよりやっぱりいつものリカちゃんがいいよねってみんなも思ってくれたら、評価をぜひ。チャンネル登録もよろしくお願いします。怖い話が好きな子はこの上の動画も下の動画も見ていてね。ここでみんなに質問。いろんな人の偽物シリーズをやってきたけど、次は誰の偽物が見てみたい？コメント欄で教えてね。バイバイ。